あっちゃんです。今日はね、NSX、第1弾、色塗っていきましょう。シリンダーヘッド最後やからもう組んじゃうか、組んじゃいましょうか。エンジンね、これをね、よいしょ、今塗ったねチタンを触らないようにね。でピンセット、セメントをチョピチョピって塗って、でこれをね、ダボを間違わないように、ここにね、これエアインテークね、エアインテークアルミやねんね、 NSX ね。でこれをくっつける。でミッション。ミッションも触っても大丈夫やね。で、ミッションも、このね、接着剤を塗って、はみ出さないようにね、はみ出しちゃうとね、水性塗料が、あれするんでね、溶けちゃうんでね。で、ここにくっつけます。ノーカットです、このビデオね。その間でも触れるぐらいね、固まるね、塗料ね。あんまり濃く塗るとね、ベタベタするけどね。水性塗料良くなって、昔はね、なかなか乾かんね。下手したら1日乾かんかって、翌日とかやってんけどね。最近の乾くの早い。そんな気がする。はい、ということで、NSX のエンジン完成です。ここにヘッドカバーですね。ヘッドカバーはね、すごい、結晶塗料が、結晶塗装みたいになってる。いい。わかるかな？ちょっとしたザラザラ感ね。いい。で、このエヴァーの赤がまたいい。うん。で、これをね、ちょっと塗り分けなあかんのよ。つけてから塗り分けるかな。つけたいよね。触って大丈夫やな。ちゃいます。ちょっとせっかちなんでね、エンジンをね組んじゃいましょう。ここまで作ったら早く作りたいやん。おお、かっこいい。しょ、
をつけて、あ、違う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 、やったかも、やらかしたかも、まだです、まだです、忘れてた。ね、これ、これを先つけないとあかんね。なんかおかしいなので、ヘッドカバーの下側がないからさ、ヘッドカバーの裏もね、裏張りが出てるんで、これを削って、でも先に塗っといてよかったな、ちょっとエンジンにくっつけといてよかったな先ね。ごめんね、モニターに、画面に映ってへんのはね、あまりにも硬いから。どうつくのかな、こうやね、よし、よいしょ、これを先つけてね、でこれヘッドカバーをつけないと、こうや、向きが違う、これをつけてね、これつけて、ミッションつけて、これをつけて、これをつけて、よいしょ、でこれをね、塗っとかなきゃね、これじゃないわ、これでね、塗っとかないといけない。筆どこ行った、慌ててやるからね、いろんなものがどっか行っちゃうのよ。あれ、筆どっか行っちゃった。これをね、つけてから塗るな、継ぎ目がね、うまくつかへんから、ラッカーもね、見えないところも塗っとかないと、これちょっとある程度乾かしてからね、赤をつけましょう。もう時間経ってるから、結構シルバーのね、メタフンが沈んでる。ちょっとね、薄めすぎちゃったかもわからんね。でね、筆でね、ある程度ね、気泡を抜いてね、で塗りすぎたところを履いていって、ちょっと置きましょう。いい感じ。一回ね、塗った後にね、落ち着かしてから、もう一回ね、筆洗ってから、なでね、で気泡落とすんだけどね、うまくね、画像で撮れたいんだけど、なかなかそういうとこ撮れへんからね。
でなんとか説明します。こんな感じね。でも早速乾いてへんけどつけようかな。こういうところ無茶するのがあっちゃうんです。こんなとこはみ出すんや。ちょっとこれはやばい。ではね、裏側でいらんと思ったとこはね、中はね、爪楊枝ね、こんな感じでね、いろんなものを使います。おお、かっこいい。これちょっとね、かなり時間がかかってね、1時間ぐらいかかってね、はい、2本か3本に分けましょうか。あんまり今30分ぐらいでしょうか。あんまり短すぎてもね。ということでね、ここにね、セミグロスブラックで、よいしょ、ダイレクトイグニッションコイルをね、塗っときます。もうやりだすと止まらんからね、これはね、1時間かけてエンジン塗っただけみたいなね、歯みたいな、めっちゃ時間かかるでしょ。これがプラモデルなんです。だからあのね、実車もっと時間かかるんだけど、実車ってね、車の修理ってすごい高いなと思うけど、それだけ時間かかるんだけどね、プラモデル作るんだけど、それだから、このプラモデル時間換算で売ったらね、1個5万円で売っても損するぐらいね、10万とかぐらいかかってんのね、時間工賃でいうと。それぐらいかかっちゃうんです。でもこれね、趣味の域でやるんでね。あっちゃんの湯筆がない。ね、フィギュアのね、目を入れる筆があったんやけど、どこ行ったんや、上かな、これでか。ボロいな。ちょっと、まあ、こんな筆でいけるかな。工房筆を選ばずです。行きましょう。ダイレクトイグニッションコイルをね、塗っていきます。これをはみ出すとダサいんでね。いいね。
持つとこがない。細かいのよ、細かい、フリーハンドなんだよ。こんなものはフリーハンドでやっちゃダメなのかわからないけど、もうこのとこマスキングできへんからね、フリーハンドしかできへんね。よし、いいね。ダイレクトコイルをね、黒くしてね、あともうちょっと手を入れていきます。ちょっとね、向こうになるのはね、もうすごい狭いところに乗ってるから、もうちょっと余裕がないのよ。ごめんね、ちょっと待ってね。もう完全な自己満の世界です。塗ってからつけてよかった。ヘッドカバーのネジをね、黒に塗り分けた。やらんでいいねけどね。シルバーでもいいねけどね。こういうね、細かいところをやりたくなるのがあっちゃんなんですよ。はい。黒のね、筆を洗って。もともとね、ヘッドカバーはアルミやね。アルミシルバーやねけどね。赤じゃない。これね、ホンダのタイプ R はね、結晶塗装してあのシビックとかね、B16 か B18 かね、そのあたりはやってやんねんけどもね、そこはね、そういう感じの作り方をしてやんねんけど、この、NSX はね、そうじゃないみたいやけどね。はい、あともうちょっと、あ、なにこれ、あ、そうです、このパーツをつけないといけないよ。これね、塗ってから切ったから、切ったとこがね、色ついてないのよ。でこれまたくっつけてね、後で塗ります。どういうふうにつくの？こうで、あ、こうやな。ああ、エンジンマウントか。あ、わかった。部品か分かってないというね。痛い。これ細かい部品はね、ピンセットで掴むと意外と怖かったね。ピキーンって飛ぶ時あるからね。エンジン、あ、ね、飛んだでしょ。ボンボが、
指でいった方が早い。前にこうやな。どこだ？裏やった。こうか。ああ、そういうことね。はい。でね、よいしょ。これもエンジンマウント。エンジンができた、はい、ここまで1時間かかりましたぞこれ第1弾2弾3段目か4段目ぐらいやってると思うよね。これぐらいかかります、はい、これで NSX のエンジン完成、これがねここに乗るわけよということでね、まだくっつけたらあかんだよな。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。かなり長い時間かかっちゃったね。トータルで1時間6分です。あっちゃんもね、これどっか途中で切りますね。はい、ということで、今日のあっちゃんの NSX スクリューがこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。また引き続き、まだエンジンしかできてないけどね、これだと NSX いろんなだんだんできてくるんで、ぜひぜひお楽しみに。またね、バイバイ。